手を伸ばすとき、手のひらは上向き、もしくは手のひらが上向き、その方が肩に安全です。肩関節は手のひらの向きに影響されます。手のひら上向きがいいか内向きがいいか個人差があります。でも手の甲が上向きだと平均的に肩に負担をかけます。手を遠くに伸ばすとき、手のひらは上向きもしくは内向きが肩に優しいです。肩の怪我をしにくいです。肩関節は手の向きに影響されます。解除するときは繊細に繊細に。